こんにちは。こんにちは。こんにちは。アウェイクスタクボです。葉山です。鈴木です。では本日もインスタライブを始めさせていただきたいと思います。お願いします。どうぞ。ルル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 。音低くなかった。お決まりの。お決まりの。はい、てなわけで、はい、はい、本日は葉山くんの部屋に和夫さんが来てくださるというので、はい。はい、よろしくお願いします。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 では、葉山くん、和夫さんに聞きたいことはありますか？和夫さんとはちょっとお久しぶりで、はい、名古屋に研修に行かれてたということで、はい、あ、ありがとうございます。はい、名古屋で名物とか食べましたか？そういう話ですね。そういう話みたいです。入り口は、はい、入り口は、はい、味噌カツを食べました。お、有名です。名古屋といえば、名古屋といえば味噌カツなんで。はい、僕味噌カツはもう愛知でしか食べないんで。あ、へえ、やっぱ違いますか？美味しいです。あ、へえ。けど、まあ、揚げ物なんで、あの4本ぐらいで、はい、1回終わりましたね。 4本、4本っていう方かな。あ、串カツなんで4本、あ、そうです、ぐらいで終わりにしてますね、今回は。あ、なるほど。っていうのと、あと味噌がやっぱ美味しいんで、はい、あの僕ナスが好きなんですよ。はい、だからナスに味噌をつけて食べるっていうのがあるので、それを食べました。なるほど。この話、これぐらいで、ね、はい、赤もん食べとるみたいな。でも名古屋名物聞きたいですね。そうですね、はい、でもそんなぐらいかな、はい、名古屋は、はい、はい、です。どうですか？感想は。これはこれこれぐらいで。では2個目の、そうですね、あのインスタの告知のところでも、はい、新人社員から聞くみたいなところがあったんで、はい、ちょっと新人社員らしい質問。はい、終わりました。はい、トレーナーを目指された大人になったきっかけっていうのをお聞きしたいです。目指したきっかけですね。僕が一番最初に、はい、あの就職したのが、はい、あのスポーツジムだったんですよ。はい、で僕はあのそういう資格とかそういうのはトレーナーに見ながら勉強していって取ったっていうタイプなので、あの最初はそのプールの監視とかフィットネスクラブとかだったんですね。だからあのジムの器具を置いてやって、で、まあ、あの最初はレクリエーションで皆さんにこう使い方を伝えていって、でやっていただくんですね。その後も自分でやってください、はい、でプールの監視といえば4時間するとか、あの子供のプール教室入ったり、僕は水泳やってなかったのに、その教え方教えたんですよ。僕も勉強して、はい、で、やってたんですけど、やっぱりなんとなくプールで4時間こう立ちっぱなしとか、お客様が自分たちでやっていてそこをずっと見てるみたいなので、あんまり自分としてはなんかやりがいのように疑問が出てきたんですよ、はい、貢献度というか、はい、で、一方でもう一人の僕の大学の時の一番仲良くしてた子が、ジムでパーソナルトレーナーが東京で、はい、で、そこの東京に行った時に、ある本当に格闘家の選手が、僕がすごく好きな格闘家の選手が、まあ、誰もが知ってる人なんですけど、で、まあ、ロッカールームとかで、あなた研修生ですかって、はい、友達が話しかけられて、はい、で、あ、そうです、ここの研修は日本一厳しいから頑張ってねって、その言われたんですね、はい、で、その格闘家の選手が日本一厳しいっていうぐらいのところで、研修っていうのを、日本一厳しい研修受けたら日本一になりやすいのかなと思ったんで、そこのジムを行きたいって思ったんですけど、はい、なんかその友達から、今3週間で10キロ増やしているよとか、はい、肉体改造してるよとか、僕がその仕事をしてた世界と真逆の、自分がプールの監視でずっと立ってるみたいなことは全然違うので、はい、なんかやっぱりその部活動とかそのスポーツに携わるようなことを自分が生きてきた中でやりがいを感じてなくて、そういうのをその日本一の人たちに受けてみたいと思ったのが、はい、きっかけだった。だからトレーナーになりたいって言ったのも、あ、厳しい環境に身を置きたいっていう、まあ、ド M みたいな感じ。言い方がちょっとあり、はい、がきっかけですね。で、研修してても、僕の友達はもうトレーナーとしてデビューしてたんですけど、はい、やっぱり、まあ、お前がいなくて結構みんな辞めてくるんですよ、すごい厳しくて。やっぱ厳しいんですね、
で、あのお前がいなくなったら、あの俺は逃げたと思うよって言って、ああ、友達から言われたんですよ。はい。で、まあ、結局友達が先辞めちゃったんですけど、あ、そうですね。はい。それで、あのトレーナーという仕事が、はい、あの研修を受けてみたいと思ったのがきっかけで、まあ、あとスポーツに倒されたらいいなっていうので、きっかけですね。はい、ただその時っておいくつですか？その時は23です。お、あれ？僕の1個上。1個上、あ、今22ですね。22ですね。タイミングとしては、はい、なるほど、同じぐらいなのかもしれないです。はい。あ、どうぞどうぞ。はい。あ、おかえりなさいませ。ありがとうございます。メッセージいただいて。帰ってきました。はい。はい。はい、で、それが聞きたかったんですね、はい。はい。きっかけはそれですね。はい。はい、だからみんなとはちょっと、なんかこういうトレーナーになりたいのか、うん、っていうのは後から出てきてたし、はい、あの今自分がやらせてもらっている発達、はい、障害のトレーナーをやるとか、あのやりたいなとかっていうのは、あの14年ぐらいかけて、なんかそういうのが、まあ、自分がやりたいことの一つだなっていうのが見えてきて、まあ、とりあえず17年ぐらいか、17年ぐらいやってるんですけど、それぐらいやって使ってきたなって感じですね。はい、入り口はいろいろ人によってやっぱ違うのかもしれないですね。違いますね。はいはい、後から出てきたんです。もうとにかく今は、最初の頃は必死に、はい、あのお客様の体を変えられる、はい、まあ、人になりたいっていうのが目標でやってましたね。はい、はい、日本一厳しい研修では内容が厳しかったんですか？内容が厳しかった。内容が厳しかった。内容もそうだし、あのその強度、はい、風当たりみたいな。あ、なるほど。はい、が厳しかったな、ね。ザなんかこう運動部みたいな感じのあれですか、はい、大会系っていう。そうですね。あのやっぱり やりたいことってあるじゃないですか。はい、あの自分がやらなきゃいけないっていうこと。とやりたいことでやらなきゃいけないことって違うじゃないですか、はい、だから話の練習とかばっかりなんですよ。あ、最初は自分を鍛えて、はい、お客様が苦しいのはどの場面で苦しいのかっていうのを感じたり、あの食事整理をしたり、はい、あの話す練習ばっかりです、ね、だからこのサポートについてトリムの知識を高めるっていうのも、あの話すことの練習、まあ、コミュニケーションが取れないと、はい、まあ、僕もコミュニケーションあんまり上手じゃないですけど、あの、そうですかね、あんまり上手じゃないですよ、はい、だけどそのコミュニケーションを取るためには、はい、その目標に向かって、じゃあささみを食べる必要がある、はい、美味しくないパサパサで、はい、だけどそれを食べる必要がありますよっていうのを納得してもらえる、はい、ように話すっていうのがすごく大変でしたね、はい、理由だけだったら簡単ですよね。そうだね、はいはい、まあ、未だに課題ですけど、はい、そこは難しいです。そういうことですね。続いての質問ですけど、あの続けてですか？あ、続いてです。いいですよ、いいですよ、はい、なんかその研修とか厳しい研修の中で逃げずにいられたわけというか、はい、ちょっと逃げそうになった時に踏みとどまれた、はい、うん、なるほど、心持ちというか。そうですね、したい。悔しいっていう、はい、気持ちがあって、なんかすごくちょっとそのトレーナー、その、まあ、そこの会社ですね、はい、トレーナーランクって上から順番に、例えば20人いたら順番に20人並べられるんですよ。あ、へえー、でこれがすぐ変わるんですね。あ、はい、一番上の方だった人がすごい真ん中に入ったり、はい、真ん中だった人が一番上がったり。それはなんかこう働きぶりって感じで、お客さんの入ってる、はい、あ、いや、売り上げじゃないです。あ、売り上げじゃないんですね、はい、ちゃんとそのジムがちゃんと成立するように強度を保てるかとか、はい、例えばちゃんとお客様が満足できるためには、はい、そういう清掃の部分がすごく気づけているとか、ちゃんとカルテがかけてないのを他のトレーナーに流して、はい、ちゃんとデータを書いて、次に入るトレーナーがいい環境できるかとか、そういうのがすごく評価に なるようなところだった、はい、もちろんお客様からの指示っていうのもあるんですけど、はい、そういうのがこうランキングになりたら、へ、まあ、人間性ってよくあのそのジムで言ったんですけど、はい、人間性の部分を見るっていうのがすごくあって、もう本当にその、まあ、社会で、努力してたらいいみたいな、はい、熱量みたいなのも評価してくれるし、はい、結果っていうところを知っているし、という感じでしたね。そこでやっぱりその自分が言われてすごく悔しいなって思った時に、
やっぱりなんか自分が理不尽だなって思うこともあるじゃないですか。はい、ね、はい、でその理不尽だなって思うところを自分は後輩にしたくないと思ったんですよ。はい、でそういうところの悔しいなっていう気持ちで、あのやっぱりそういうのを変えるんだったら、はい、上に行くしかないと思ったんですよ。なのでそういう悔しいなって、なんでこんな理不尽なことを言われるのかなとか、例えばあることを自分が上に行けば変えられるかなって思ったので、もし自分と同じような思いをしている人がいたら、はい、それを変えられるというのをやりたいと思って頑張りました。はい、大事です。はい、自分はそれがモチベーション。何かそう、何かそうというのと、やっぱりお金をいただいてトレーニングしますよね。はい、でそういう中でやっぱりお金をいただいているというプライドはやっぱり あったんで、まあ、お客様に対して の提供、はい、技術の提供とか、やっぱり知識の提供とか、やりきる部分でのっていうところはやっぱり人としてできれば、例えば自分がその大切な人ができたときに、はい、そういう能力があれば人として守れる一個のスキルになるかなと思ったんで、そういうのも自分は人間的なこの成長が会社の中でできれば、はい、自分の成長につながるっていうのもあって、はい、外れたなるほど、はい、でそれでモチベーションになったかなという感じですね。はい、はい、どうですか、聞いてみて。僕もここで新入社員として4月から働かせていただいて、はい、まあ、ちょっと正直逃げたいなっていう、はい、そうなっていうところはあったんですけど、はい、僕もちょっとでも逃げたら何も残らないなっていう気持ちが、僕もというか僕はそういう気持ちです、はい、まあそうですね、まあ、誰もがそれはあるし、もちろん今横に覚悟もそうだし、はい、今みんな中原とか川崎とかみんなそこを乗り越えてきてるから、むしろ、ね、すごい楽しいですって言ったら、えって逆になることもあるかもしれないぐらいみんな戦ってる環境だと思うんで、まあ、それは僕はあるものかな、はい、まあ、ここはもう乗り越えるか乗り越えないかは、はい、はい、何くその気持ちで、はい、頑張ります、まあ、目標があった方がいいですよね、あった方がいいと思います、はいはい、なんかそういう自分がその環境を変えるのか、はい、そういう、ね、発言力とか中を変えるのか分からんけど、はい、自分しか見えない景色あるじゃないですか、はい、今しか見えない、はい、僕には多分見えないのがあると思うんで、そこをなんでこう相談室みたいになってるんですか、僕の部屋本当に、まあ、僕はこんな僕が言うのもあるんですけど、はい、そういうのがなんかあれば見えないかね、はい、はい、今回ちょっと僕がなんか僕の部屋みたいな、はい、本当に、いや、ありがたいです。じゃあ次は何かあった？次は、はい、神田さんとこう話す機会がなかなかないので、はい、プライベートな質問もしてみたいなと思うんですけど、はい、お休みの日とか、はい、この前はホラー映画も、あー、はい、趣味である、趣味である、あー、はい、休みの日のリフレッシュとか、はい、働き詰めでしんどくてちょっとリフレッシュしたい時、はい、何されてるのかな。そうですね、なんだろう、一番最近落ち着くっていうのは活字を読む、活字というかその本を読むとなんか落ち着きますね、落ち着いたり、はい、自分が調べたいなと思ったり知りたいなと思ってることを調べられないとむしゃくしゃするじゃないですか、はい、はい、気になってっていう、例えばね、はい、その体でもどういう仕組みになったのかなって気になってるけど、はい、なんかなんとなくお客様に話してるのって、はい、薄っぺらいじゃないですか、はい、でもそういうのを調べたいなとか、甘いなってやつこれちょっと中途半端にしか覚えられてないなとかっていうのを見ることのが一番リフレッシュだと思うんですね。すごいですね、なんか頭のところがまとまった時の方がいいですか、へぇー、ちょっと外出てきますっていう、はい、時が時間があるんですけど、はい、その時はもうまとめに入って、へぇー、すっきりしてる感じですか。最近思いますね、はい、そうですね、はい、離れてカラオケとかそれじゃなくて、はい、仕事のリフレッシュ、ああ、そうなんだろう、になるんです。そうですね、つまんないかな、そうかも、つまんなくはないです、はい、意外な答え、はい、はいはい、そうですね、へぇー、活字を読む、できますか、い
苦手です。やっとですよ。僕本を読む習慣がなかったんで、はい、本を読む習慣っていうのはやっぱりいろんなこう資格を取るときに勉強したりとか、はい、し始めて、あ、なんか自分これは落ち着くかもしれないって最近発見したことがあるんですね。はい、漫画とかを読むんですか？あ、漫画も読みますけど、はい、そうですね、漫画は外に行ったらないじゃないですか。あ、そうですね、まあ、はい、携帯で見れるとか、ああいうのは見ない。あ、もう本当に字がたくさん書いてるみたいなとか。そうですね、で自分の中で読んでるときに、あ、このお客様の場合はこのケースかもしれないなみたいな、こう想像して理解したみたいな、はい、っていうのがなんかいいかもしれないですね。へえ、はい、いや、すごいです。いやいや、ですけど、みんなそうかと思ったんですけど私はちょっと全く反対かもしれない。また反対かもしれない。何するんですか？なんか友達とうわーって叫んでます。叫んでます。カラオケは私はあんまり好きじゃないんであれなんですけど、なんか遊びに行ってテンション上がったら叫んでます。だからしゃべり倒すかもしれないです。ああ、なるほど、はい、むしろ口閉じてますね真反対かもしれないです。カズさんと正確です。はい、はい、真反対かもしれない。僕、はい、カラオケです。あ、へえ、なるほど。何を歌うの？いや、もう何でも。一番好きなのはエレファントカシマシの俺たちの朝。ちょっとこれ歌っていい？どうしましょう。ちょっとわかんない。ちょっとやめときます。ちょっとやめときます。ちょっとだけ的に。じゃあ歌ってもらいましょう。あ、言おうと思ったけどやめましょう。もう一言目が頑張ろうぜから始まる。あ、なるほど。ポジティブ。ポジティブ。昔やったかもしれないですね。ポジティブの歌詞を歌うっていう、はい、アウトプットするのが痛いですね。自分にの。そうそう、目で見て歌詞を入ってくるじゃないですか、はい、それをアウトプットに変えるわけですね。で、言葉に出して、はい、でそれがまた耳に入ってくるからインプットに入るっていう。あ、なので、これはすごくいい循環なんですよ。あ、ビネカラとなってます。はい、なので、それをやってからスッキリするっていうのはあるんです。続けましょう。はい、続けましょう。はい、続けましょう。もう53分で。あ、本当ですね。はい、ちょっと大きい質問だ。ちょっと答えられなかったです。健康とはっていうのが、アレックスが健康な体っていうのがコンセプトであるんで、カズさんの口から健康とはっていうのをお聞きしたいなと。難しいですね。急にテーマがビシッと来ました。だいぶ最後に絶対に聞こうって思ってたんで。そうですね、なんかやっぱりただ本当に健康寿命を延ばそうと僕らはやっぱりあるので、ただ、ね、寿命が伸びるというのも健康寿命を延ばそうというのがあるんですけど、まあ、その心身ともにやっぱりいい状態ってあるじゃないですか、はい、ストレスを感じたりとか。でもストレスって大事なんですよ。感じてないとストレス体制も弱くなるし、はい、やっぱりそういうことがあっても立ち向かおうというモチベーションだったり、はい、そのモチベーションを戦う状態をちゃんと作れる、はい、で休む時はちゃんとオフにしてゆっくりリラックスできるっていうので、やっぱり僕は健康ってやっぱり人間関係がうまくいくため の, 精神状態を作るためにはやっぱ自律神経っていうのがポイントなきゃいけないので、はい、そういうことの上にトレーニングがあるっていうので、やっぱり人間関係がうまくいく、自分が幸せに感じられる、はい、で行ったらどっちも行ったり、ずっと痛いと痛みの方に行くじゃないですか、はい、やっぱりそういうところがない状態になるところが一番健康かなっていう、うん、まあ、元気っていうところなんですけど、はい、それが健康じゃないですかね。はい、まとまってると思います。わかんないですけど、はい、これは先に聞いてたらよかったバタバタっとなってしまいました。はい、はい、大丈夫ですか、早めに。はい、はい、ありがとうございます。今は大丈夫でしょうか。はい、なんかある？もう大丈夫？はい、はい、はい、では今回は今回ははい、こんな感じで、こんな感じで、はい、葉山の部屋が終わったんで、次はまた別の誰かの部屋に、はい、佐藤さんをお呼びしたいと思います。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。